いわゆる別名でして、空海さんが私を呼ぶんであれば、南無大師返上金剛塔というふうに呼びなさい的な部分でおっしゃる。この神杭という動作で今日お見えになった方が、意味も分からず、皆さん映像を見ながら、いろんな感じ方を受けて、教わりになって、今日変えられると思うんですが、漏れなくですね、その意識を耳で、自分で意識やずに聞いているだけでですね、すごい知恵というものが感じたというふうに、千何百年の歴史の中で、お経に書いてございますので、ちょっと2、3、業界の方みたいな方が笑ってられるので、ちょっと気になるんですが、怖いですね、それ。今日お帰りになりましたら、儀式経というお経を皆さんに伝えましたので、ね、何かいい知恵、いいことが預かって、例えばご自身、ご家族にいいものが預かると思いますので、どうぞ心豊かにして、今日は気をつけてお帰りいただきたいというふうに思います。儀式経というのは大変素晴らしいお経で、いろんなジャンルのことをですね、いろんな段に分かれて、例えば1章、2章、3章というふうに分かれて、教えているのが書かれていますので、また、何かそういったご質問がありましたら、ぜひ、ちょっと東京からは遠いんですが、京都の大本院というところに、足を運んでいただければ、私がいればお話しさせていただきたいと思います。はい、いや、僕がお話聞きたいです。いや、宗派によって全然違うので、僕、儀式経という、ね、お勤めのお経も初めて聞いたようなもので、本当にね、それぞれやっぱ勉強し合う中でありたいなと思うんですね。で、皆さんもね、偏見を持たずに、いろんなことにね、耳を傾けていただきたいと思います。あ、それでは何か質問ございましたら、ある方は。あ、どうぞ。お願いします。あ、マイクスイッチ入ってますかね。生声が聞こえるなんですね。ですね、今現在一部YouTube とかにも徳の法要に検索していただくと出てくるものもありますし、まだこれからも新しいものを、何らかの形で皆さんのお手元に届けられるように今いろいろと画策しているところです。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではですね、仏教のお経の中ではね、一番最後に「さらいに行こう」って出てきます。ここから去ります。お経というのはね、お釈迦様のお弟子さんがお集まりになって、そこでお釈迦さんのお話をお弟子さんがお聞きになって、それが終わったら去っていくっていうまでのストーリーが書いてあるんですよね。で、さらいにこれから皆さん去っていきなさい、そしてこの教えをまた皆さんに広めていきなさいっていうことになるんです。今日もね、ここから皆さんが去っていって、あ、こういう面白いことあるよ、仏教結構面白いかもしれないぞっていうことをね、いろんな方に伝えていただければ、そのさらいにこが現実のものとして、またこの今の世界でね、広がっていくと思いますので、よろしくお願いいたします。時間はこのもんですかね。大丈夫でしょうか。はい、あ、ではもう、もっともっとお話しさせていただきたいんですが、またお聞きしたいんですが、会場のお時間もありますので、これにて終了とさせていただきます。最後にお礼の言葉とかは。最初にご質問したのは、本当に私元の悪い中、こうやって、大勢の方にお話を運んでいただきまして、ありがとうございました。12月の9日まで大本寺展というのを行っておりますが、宣伝ではないんですが、大本寺というのはいろんな行事を京都で行っております。で、800年の歴史を、受け継いでいるということでございまして、今からでしたら、
12月のですね、7、8と、これは12月の8日が、今お話に出ていますお釈迦様が初めて仏教というものを悟りを開かれた、日ということになったと思います。12月8日の明けの明星といいまして、いわゆる東の空から太陽がこう上がってきた、太陽が差す時に悟りというものを開かれて、それからいろんな方々にこういろんなところに、お出向きになってお話をされる。でこの12月8日が浄土へという、名前で、行っています。で前日の7日いわゆるこう前夜祭のような感じで7日8日と京都ではまあ、寒いですけども、大根炊きという大根を炊いて、まあ、皆さんにこう振る舞いながら、暖かくなっていただいて、まあ、幸せでございますので、この1年間を無事にこうやって過ごせたという、まあ、感謝とそれからもう間もなく新しい年が迎えていきますので、来年も健康で元気でいろんなところにこう行けるようなそういった一年にしていただきたい、そういった願いを込めまして、7日8日大五楽器というのを、京都の大本寺で行っておりますので、お時間がございましたらご参拝いただきたいというふうに思っております。またね、上質県という場所でございまして、非常にその周りもね、観光地としても非常に魅力的な場所ですので、一回足を運んでいただけると嬉しいと思います。では、今日は本当にありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。では最後に雑誌の来拝で終わりましょうか。ご本尊はねもうありませんが、心の中のご本尊に、合唱。ありがとうございます。じゃ ありがとうございました。アンコール。